はい、皆さんこんにちは。もう年末でですね、お休みの方もたくさんおられると思いますけれども、僕には休みというのがあってないようなもので、自由気ままにやらせていただいています。今日はまたまたスノー AI の関連のことなんですけれども、先日から僕が作ってますちょっと黄色いアイコンのスノー AI 専用歌詞ビルダー、これは大人気でですね、442チャットというふうになっていますが、これは僕が使ったのではありません。ほとんどがですね、ユーザーさんがこの GPTs を使ってくれているということで、大変人気でありがたく思っています。そこで今回はこのように歌詞をチャット GPT とやり取りをしながら作る歌詞ビルダーというのから、その上にありますようにプロンプトジェネレーターというようなものを新たに作りました。これはどういうことかというと、スノー AI は先日からはここをカスタムモードというのにして、歌詞、そしてスタイルオブミュージック、タイトル、それらを入れてくれていたんですが、このソングディスクリプションというところに、いわゆるプロンプトというのを入れるとですね、その AI にもうまく歌詞を作ってくれる機能があるわけです。それを最大限活用しようというのが今回の GPTs です。では何はともあれ、早速やってみましょう。これを起動しますとこんな画面になります。スターターにスノー AI のプロンプトを手伝ってというのがありますので、これをクリックしていただきます。はい、こうすると4つのメニューが出てくるようになります。作りたい曲名や全体のイメージ、別に曲名じゃなくてもいいですね。春の静かな雰囲気とかですね、そういうようなものでもいいですし、そしてジャンルですね、そして主な楽器というか、バンドスタイルなのかピアノソロなのかみたいな、そういうようなことを言います。そして男性ボーカルか女性ボーカルかということです。悲しいかな、スノー AI はこのように言ったからといって 100% 思い通りにはなりません。でも YouTube でもどんどん解説動画を上げてくれてる方がいてるんですけれども、僕のように今までからも DTM もしくはプラグインなどの解説をしている音楽系 YouTuber さんはほぼスノー AI のことを PR しておられません。バズったりしているのはほとんどが AI 系の解説 YouTuber さん、この人たちが中心になって今広めています。なぜかと考えた時に、音楽のレクチャーとかそういうことをする方がこのスノー AI を教えてしまったらですね、自分たちのすることがない、そんなようなイメージもあるのか、皆さんこんな勝手にできるような AI はまだまだおもちゃだ、そんな感じがあるのかもしれません。でもこれはもうインフラに近くなる、そんなふうに僕は思っています。もちろん音楽をコツコツ作るのもこれからも残ることは確かですが、これだけ便利に早く、そしてクオリティが高く、今現代がこのクオリティですので、半年後って言えばもう怖いぐらいいい楽曲ができるようになるはずです。もう人間と比べるとかという時点で僕は間違ってると思っています。ちょっと余談になりましたが、じゃあここで回答をしたいと思います。はい、夏の日差しが眩しい、 J-POP でピアノで女性ボーカル、こんな風に回答をしてみます。ありがとうございます。夏の日差しが眩しいをテーマにした J-POP ピアノを主楽器として女性ボーカル曲のプロンプトを作成します。英語100文字以内で構成します。スノのプロンプトの上限というのが約英語100文字ぐらいですので、そこに収まるようにうまくまとめてくれるように開発をしています。そして日本語訳もちゃんとつけてくれるようにしています。僕自身が英語が苦手だからです。日本語で歌詞を作成してください。夏の明るいテーマの J-POP、 ピアノを中心とした楽器構成の女性ボーカル、これでよろしいでしょうか、ということで、このようにコピーしやすい方式で
ほぼ 90% 以上出てきます。コピーコードというのをクリックしてください。するとクリップボードにコピーされまして、スノの方に行きまして、ソングディスクリプションのところに貼り付けてください。そしてクリエイトをします。スノの歌詞を作る機能もなかなか優秀です。はい、ちゃんとタイトルは夏の思い出というふうに出てきましたし、もう一つは応用して夏のメロディーというふうにしましたね。これでちょっと聞いてみましょう。はい、こんな風になりました。じゃあちょっと全く違うようなものをやってみましょう。灼熱の太陽というタイトルで、今度はレゲエでやってみます。男性ボーカル、こんな形でプロンプトを作ってもらいましょう。はい、今度はコピーをまたします。そしてスノの方に来ます。はい、これを入れ替えます。そしてクリエイト、燃える太陽とか太陽の炎とか考えてくれました。なぜかというと、ディスクリプションのところに日本語タイトルないからですね。ちゃんとうまく考えてくれたわけですね。じゃあ聞いてみましょう。燃える太陽、集まる仲間、ビーチパーティーは楽しい時間、oh yeah、青い海でレゲエ踊りましょう、思い切り本当に追いかけましょう、yeah、燃える太陽、まぶしい夏、一緒に踊ろう、楽しさ満開、燃える太陽、熱いビービー、心地よいリズム、みんな楽しい、yeah、ネオンパラシューで燃えるパン、釣り風が通り過ぎる、心地よいリズム感じる体中。はい、この2つ目はちょっと頭が飛んでいたので、もう一回作ってもらいましょう。このカスタムモード以外で作った時というのはですね、とっても歌詞自身がわからないという面白さというのがあります。自分で作ったり、チャット GPT などの AI に考えてもらって、スノに来る時にもう分かってるというよりも、スノに考えてもらうのも僕はそれなりに楽しいなというふうに感じています。じゃあこれで聞いてみましょう。タイヤとして風が輝く、熱い情熱も感じる、音楽で心を揺らし盛り出す俺たち、熱い太陽の下で一緒に踊りましょう、リズムに乗り風に乗りみんなで歌おう、砂浜で心が熱くなる、君に会うその場所、焼かれるような太陽の下、一緒に踊ろう、心が踊るような
のリズム、君と奏でたい曲。はい、皆さんもこれを見てて何か気づきませんでしたか？例えばこのイエイイエイとかオーイエイ、こういうようなコーラスとか、そして踊ろうのところにリピートコーラスがありますよね。これらが他の AI で作ってきたらですね、その AI に一番最適な歌詞というのでは、ここに連携がないものですから、スノの考えていることと違う場合があるんですが、スノが自分で作るので、ここらのところの使い方がこれでいいんだろうかなとかですね、そんなことを考えないで作れる、これはこれのメリットがあると思いませんか？皆さんもぜひですね、概要欄に今回の新しい GPTs、 これも貼っておきますので、2つをいろいろ使い分けてですね、使ってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。